今日は、そうだね、大船渡岩手県の、定置網で取れた本マグロ、魚がね、どこにこっちを入れてるかっていうライン、今ここでちょうど音が変わったら、で、一番最初はこれで今これからじゃあ解体をしていきます。で、最初はまずヒレを全部外しちゃいます。このヒレを外すのはここが下ろすときに引っかかるから外すっていう、このヒレが引っかかるので端を外しておきます。で、次は横の、これも取らせます。で、次にこれで頭を落とします。ここで初めてノコギリが、本当に普通にノコギリなんです。これね、面白いもので、頭を取っていくにも、ここ見えますか、ここで。ここに骨が、ここに骨が出っ張ってる。出っ張ってます。ここに骨が。はい、で、この骨のより右で切ると、こっちの方に骨がついちゃうんだけども、ここのちょうどここのところで、ノコギリを上からここまで、で、ここにここまでしか入れなかったのは、ここに骨が走ってるので、ちっちゃい骨が、これ以上ノコ入れると身の方をノコで引いちゃうので、身が荒びちゃうので、今ここの骨を切るところまでノコギリを使いました。で、その次はさっきの骨の内側のところまで行って、今度こちらの先に包丁を入れてやって、今ここまで先まで入れた理由っていうのは、このノコギリを入れて中骨を引くときに身をノコギリで引かないように今ここまで入れてます。で、今ここでちょうど音が変わった、はい、で、そこで今骨が切り終わりましたということなんです。で、これで頭が落ちます。これで魚を解体する準備ができたので、これで次下ろしていきます。これこう見ていただくと、ここ細い線入ってるの、ここ見えます？はい、見えます。で、これがちゃんと、ね、魚がね、どこに包丁入れてくれっていう、これラインなんです、実は。で、こことこの線とこの背骨切っていただくと分かるんだけども、ここをちょうどこのところで、ここから包丁入れるとちょうど真ん中に入るように、ちゃんと下ろすためのラインが入っていて、これは入って、で、ここから今度さっき言ったようにノコ、ノコはちょうどここのとこ骨というか鱗硬いので、無理やり包丁でいけばいけないことはないけども、包丁が痛むので、今のラインで、で、さっき言った筋のちょっと左側で、ここにラインを合わせて、
ここでもう一回およそ入ります、うん、これでも入りません。これで僕らは、これを、立ち割りという呼び方をしてます。ここまで割るの、立ちを。あ、はい、渋位置からスタートで下ろします。はい。今これ包丁を、魚に合わせて包丁を決めるという、包丁を決めるというんですね、はい、これが腹の渋位置ということですね。はい。いかがですか？魚いい。はい。背中は。背中はやはりその背骨に沿って。そう、ここもあのなんだろう、それこそあの、アナゴとかウナギじゃないから、こう、はい、あの、骨たーって入れるときに、はい、あの、この背骨の角度、に合わせて今包丁を入れてやって、はい、で真ん中のこのさっき言った中骨を切ってやって、で包丁を入れるきっかけを今作って、こっちが紙。あ、なしで大丈夫かな。ちょっと気持ちよく。最近ほら、おしまいってないから、この包丁にこの癖がついてるんだけど、これ今下ろしてる人間の癖なんで。あ、もうちょっと消し、つむぎれ。こっちの僕ね、今これいいか分かんない。綺麗。降りてました。はい。久しぶりにやった。久しぶりにやったら。どのぐらいぶりか分かんないぐらいの写真が多い。まだいけそう。でもちゃんと体動いてたじゃないですか。でもあれ、包丁こう入れるときってやっぱさっきこう包丁やってるときは相当体重かけてるんですかあれ。いや、あのね、どちらかというと、あの、なんか、そうだね、体重、まあ、そこそこに体重あるけど、あの、体重かけるというよりは、あの、肩でこう押し込んでいくっていう、うん、あの、販売する前に、魚を少しきれいに、あの、磨いていきます。磨くっていうんですね、これを。こういうの磨くって。はい。骨を取ったりとか、うん、あの筋を取ったりとか。あの、綿が残ってるところを綿取ったりとかして、はい、あの、お客様に一回、見栄えがいいように、化粧してやるというか、そう、こんなちっちゃい魚でも、もうこの出刃お使い慣れちゃってるんで。大きい出刃使ってますよね、本当に。そうなんです。尺一寸、これは。尺一寸。30センチぐらいありますね。うん、30以上ある。うん、
見るからに重そうな出刃ですけど、それをもう軽々使ってらっしゃる。これね、でもね、最初はね、これ本当買った時ね、やっちゃったと思ったんですよ、重すぎて。あ、もうしばらく手が痛くて、もう毎回同じことやって、でかいの買って手が痛くなって、で筋肉ついて痛くなくなるっていう。あ、今度ここに、あの、この胸のこの、ヒレですね。ヒレが、ここについてるので、はい、これを取って、他の魚と本当は全部一緒だから、そんなマグロだからどうってことも、こっから先はないんだけども。で、今度カマがついてるので、カマを。はい、これが、まあちょっと小さいけど、一応カマトロってやつなんですね。はい、こんな、これあって、もうここで多分お刺身としたらね、5貫取れるか取れないかぐらい、まあ5貫目いっぱいだろうな、ぐらいしか取れないんですね、これね。でもなんか美味しそうですね、きめ細かくて。うん、これちっちゃいけど、これすごくいい。ね、ある意味定置網の魚ってこういう優しい感じに上がるので、だから定置網のなんか魚の良さは、それなりにこの魚あるかな。さすがあれですね、目利き、ちっちゃいね、久しぶりの。小さいマグロの目利き。本当小さいマグロ普段買わないからなんか。ね、当たりでしたね。よかったです。大体ここまで、これで大体今、お店に並べる状態で。ああ、なるほど。さあ、お客さんに選んでいただく状態はこの状態で。はい。はい、で、これ今、部位の名前を説明すると、はい、でこの部分が、腹神。腹神。まあ、どうだろう、大きい魚の場合は腹の1番、2番、で、この今度ヒレのここまでで3番、こっから、まあ、ここがこう、まあ、肛門の方があって、こっから下が腹下っていう言い方をして、はい、まあ、部位としては、1、2、3、4分割ぐらいに名称としては呼び分けてます。はい、でこれは小さいので、それでもちょっと大きい魚の手で、皆さんにちょっと部位を説明するのに、はい、とりあえず、これ今手で測ってるんですけど、はい、ここで今ね、16センチです、はい。ちょうど手の、ここの辺で、はい、まあみんな手の大小があるんですけど、あの自分でこう、例えば手大きい人は指先で8センチとか、はい、真ん中、関節の真ん中で18とか、一番、はい、この根元で18センチ、はい、あ、まあ8センチか。はい、で、大体これが、一般的にお寿司の一貫分の長さ、はい、でそれがあのお寿司が例えば握りがこうネタがこう横に行く人は鉢より長い方いらっしゃるし、あと俵握りってこう横にこういうふうにネタがこう握る方は逆に7センチぐらいで、あの指3本半で7センチになるので、あの詰めて細く指先で7を測ってこう鉢を行く人と、で、これがね、例えば、こう切った時に、なんで8センチかっていうと、下の方は関係ないんだけども、赤身の方を裂く取ってから、この向きで切って握りにされる方と、はい、柵をこう取って、こっちの向きで、はい、切る方で、はい、センチ数のこだわりがちょっと違って、そこはお客様次第なので、我々もどう切るかはお客様に、赤身は手削にしますかとか、いろいろ呼び方があるんだけども、うん、それで最初に取引こう始まるあたりで、伺って、切り方を覚えていって、あとはメモしてるわけじゃないので、ちゃんと覚えてないと、ね、お客さん一人一人、そうですね、みんなが自分が一番のお客さんなので、うんうん、お客さんによってはやっぱり全然違うもんですか？うん、違いますよ。あとは竹じゃなくて寝方で切ってくれと、長さは関係ないとか、はいはい、あとは魚体が例えば、まあ、このサイズは僕では扱わないけども、100キロのマグロでも200キロのマグロでも20何センチ、23センチって切ってくれと、はい、それはうちのバットの大きさが23センチでそれ以上長いのは入んないから、いろんな理由があって、はい、今とりあえずここは2竹の16センチで、はい、あ、失礼、今これ1竹って言うんですね。これ1竹、はい、でこれね、1竹で、例えば、九州に行くと、一メーター。一メーター。
で、関西だと一桁。一桁。これ、うん、東京は一竹。一竹。ああ、言い方が違うんですね。呼び方が違うんで。いずれにしても、お寿司一貫分の寿司種の長さということですね。はい。面白いですね。僕は関西まではしてたんだけど、博多のお客様なんかが一ネタとおっしゃるんで、ネタねと思って、確かに、これでとりあえず腹、髪を切ってみます。はい。これはさっき言った、包丁の向き、まっすぐ切るのに、はい、この片刃包丁で、このまままっすぐ切ると、こっちに包丁流れます。はい。なので今こう構えた時に、これ、この向き。はい。この向きで、少し斜めになってますね。この面をまっすぐしてるんで、そうか。で、これでまっすぐ。片刃の刃の面がまっすぐなるように。これで切ると、まっすぐなるってことですね。まっすぐ切ります。まっすぐ行きました。これでまっすぐ。はい。これ真上から見ると、これでまっすぐなんです。はい。あ、でも綺麗ですね。うん、これ定置網で、基本的に、動脈切って血抜きをしてないので、うん、細かいこういう血栓が出る。はいはい。で、まあ血栓出るから、こう、はい、まあ、商売としては、この血栓が、なんだろう、やっぱり気になる方いらっしゃるんだけど、逆にこの、血が抜けすぎてない良さというか、魚自体がこう鉄分を感じる旨味があるのは逆にこの血栓が残ったりすると美味しくて、これはこれで小さい魚のある意味いいところ。ああ、なるほどね。これの中で部位の説明をすると、この部分が、大トロになるんです、はい。ちょうどここの部分、はい、この部分、この部分。はい、で、大トロになります、はい。こちらが中トロ。はい、で血合いがあって、一番中トロで、まあ美味しいというか、美味しいって言ったら変だな、食感が口当たりがいいのが、はい、この血合いを取った、この、ここで、この向きで、ここの中トロが、なんだろう、一番キメが細かいんですよね。あ、別にどこを食べても味がそんな違うわけじゃないんだけども、うん、中トロだったらこの辺が美味しい。ああ、食感が。きめ細やかさがすごく舌で感じるのと、ああ、多分だけど、ここ血管走ってるんで、ええ、血管に近いから、こう、風味がちょっと出やすいのもあると思う。ああ、で、あと、その、大トロが高いっていうふうにこう言われる、はい、ゆえんっていうのは、はい、だいたいこれで今切ると、はい、全体の中の、1割。しか、その、本当のこの、この大トロの良さって、こっち側見ると、これってちょっとお肉のような刺しの入り方、こっちの面見ると魚だなと思うけども、こういう縦の入り方。こっち側一体になってちょっとお肉のこう、刺しの入った。刺しの入る。お肉って感じですね。ここって、この一本の中で、この腹髪って言われる、この部位しか、この目の入り方にならないんです。だから、大トロっていうときに、うん、ここも大トロではあるんです。はい、腹の真ん中、はい。ここも大トロではあるんだけども、はい、この目の入り方は、もう一番この腹髪って言われる、ここしかこの目の入り方をしないので、で、それの希少価値によって、この腹の一番の金額が高い。筋が入っていないってことですか？筋が入ってない。まあそう、うん、なるほどね、こう。握りにしたときに、違うんです、うん、もう。あ、見た目。明らかに、こう、だんだらになってなくて。腹髪の大トロっていう。思考の腹髪の大トロですね。になるんです、ね。うわ。ちょっとサイズが小さいから若干分かりにくいけれども。はい。いや、よく分かります。大体こんなイメージですね。はい、うん。これをちょっと今ちょっと。で、次は赤身を外します。これが、なんだろう。テンパネって言い方するんだけど、こう、テンを跳ねます。あ、テンパネってこのことですか？テンパネ。押します。で、ここで赤身。はい。テンパネで赤身を取りました。取りました。はい。で、さっき言ってた、血合い岸の、はい、一番キメの細かい中トロを今、一個だけ取ってみます。はい。血合い岸の中トロですね。はい。血栓がちょっとすごいけど、
次ね、ここ多分この辺が分かりやすいかな、音を。ここはこれが多分分かりやすい。これがね、大トロの、はい、さっきの断面を横から見ると、あ、途中までが、はい、この斜めのこうラインが入ってる。はい、これ多分あのよく見る、こう握りで、こう横に線が入って、こうビヨーっと伸びてってる、はいはい、あのザ・大トロっていうのが、はい、腹の真ん中の大トロ。で、途中から目の入り方が変わって、はい、こういう、この一体になったような目の入り方。もう本当に刺し、さっきおっしゃってた刺しですね。刺し状況。なんかお肉のような、はい、って表現するのが、マグロより一番悪い表現なんですけど、マグロを肉のようなってやつ。でも、なんかこう一体感のある、この、こういう目が入っていない。はい。ここのところ、で魚が例えばこれは26キロの魚ですけど、はい、これが260キロになったら、ええ、お腹の厚みが、例えばこんなにあって、はい、これがこうドーンとバンであって、これがこんなに厚いと、はい、ここの部分特に、こっちがカマなんで、はい、ここの部分の大トロのこう価値観っていうのがグッと上がるわけです。本当にもう少ない。1割ないですね、うん。ここはもう特に1割もないので、うん、でここの部分を皆さん使いたがるのは、うん、もうこの部分の、そこの価値。ああ、油の海苔もそうでしょうし。うん、そうだけども、その目の入り方。うん、やっぱり握った時綺麗でしょうね。うん、握った時綺麗ですよ。だんだらになるってわけじゃないし。うんうん、そう、ここが価値観。うん、これ多分何らか一本の中からどこがその部分なんだろうってこういうふうにばらしていかないと、うん、多分見てもわからないので、うん、こんな感じです、うん。なかなかそこにはお目にかかれないでしょうね、お寿司屋さん行っても。僕らも普段ね、ここまでばらすの仕事じゃないんで、うん、普段ここまで正直ばらしてないんですよ。ああ、お寿司屋さん。やらない。あ、そこはお寿司屋さんのお仕事なんですね。お寿司屋さんか、おかずにするとき。うん、うわ、ね、こう見るとね、うん、いや、さっきのあの魚体の小ささに比べて油はすごくないですか、うん、油これはすごくいい。そうですね、やっぱり川岸のところ、これ全部これこう油なので、あ、すごいですね、うんうん、これ食べたら目地の感じだな。わかりますか、うん、あのもう、あの身がまだ本当に子供の身をしているので、ええ、あの若々しいというか、あの若々しい、いい言い方すれば若い魚、青春の、そう、バラしてだいぶこんな感じですね、腹の方は。これはど中トロになるわけですか。ね、ここがね、うん、はい、今中トロの一番血合い石で、はい、ここにこれがこうついてましたと。はいはい。で、もう一先ぐらい中トロだけども、そうすると今度、はい、中トロと大トロの、はい、こう、この辺が間ぐらいの、あ、ちょっとでもね、筋が入り組んでるというか、あ、ここを大トロにするのか中トロにするのかは、あの目の入り方で握った時の感じで、お寿司屋さんの感覚ですね。の、うん、どことは、あの、ないので、ええ、そう、この間にこれが今ここに入っていて、まあ、ね、この辺まだ大トロ、大トロ、ちょっと中間ぐらいで若干大トロの目の入り方で、こっからこう来てこのところで、もうあと一先ぐらいが中トロ、中トロイメージは、うん、でこの上にこの、赤身が、赤身がさっきテンパネ、テンパネした赤身ですね。こうなっていました。うん、あ、これでよくわかりました。その部位がね、なるほどっていう感じです。うん、で、あの、お値段的にも、ハラカミとハラシも、だいぶ違うんですよ。お腹で言えばもう全然値段は違って、はい、あの、1本で値段の差というと、例えば、うん、これはちょっと魚体小さいから、あれだけども、大きい魚だと、1本一番下の方がキロ4000円ぐらいから、ええ、上が極端なこと言ったらキロ5万円ぐらいまでっていう、1本の魚で部位でそのぐらい値段変えていくんで、1本で4000円から5万円ですか。
そこがもうその使う方の価値観とこちらのやっぱりそこら辺目利きですね。つけるかっていうところになるので、まさに目利きの世界ですね。それはね。真相かどうかわからない。そこの、ね、値段の付け方っていうのは、うん、どこにどこまで付加価値をつけて値段つけていくかっていうのも、うん、お客様とのやり取りの話だし、うん、定価の商売ではないので、うん、どこにそれだけの付加価値を見出していただいて、そこに対する対価としてそれに満足してもらえるかっていうのは、なんとも言えないところですかね。やっぱり、その切り方にも注意する。ここを今、この一丁の中から、この大トロの目の入り方が、多分、ここの真ん中、あと一丈ぐらいまでは、これ多分腹の真ん中っていう表現で、はい、腹の2番っていう表現で売れるんだけども、はい、ここまで入れちゃうと、これ多分腹中じゃなくて腹3番ってなるのかな。あとか、その微妙なお客様の使い勝手と、あと、こちら、もう切っちゃう。切ると分かりやすい。ここを切ると、魚がね、ちっちゃいからね、若干分かりにくいんだけど、ここのところ、これが、ここ筋がこう細かくこう入ってるんだけど、入ってます。ここのところはね、筋が入り組んで、はい、大きい魚の場合、結構この筋が当たるんですね。はい。それで、これを、特別も全部切り刻んで、これこう見て、ここまだ筋入り組んでないんです。はい。反対向けると、ここも筋入り組んでる。はい。で、ここ結構もう筋が当たるから、はい。で、その一個頭寄りというか、はい。いい部位になると、ここと、ここで、全然筋が当たらない。はい、なおかつ、血合いがこの真ん中っていうのは薄い。薄い、はい。で、だんだんね、下に向かってね、血合いがちょっと厚くなっていくんですよ。まあ、これちょっと分かりにくいけど、うん、そうすると、この真ん中っていうのは、一個こう部位が下がるよりも、真ん中行った方が、結局血合いが薄くて、筋が入り組まなくて、ロスなく全部使い切れるので、こことここでもう部位、価値観全然違うんですよ。大きい魚であれば、こことここで、そうだ、こちらキロ2万5千円で売ったとしたら、こちらキロ2万円。このぐらいの値段の差はついてきて、で、今度この先行って、今度この隣になると、ここでもう1万5千円か、下手したら1万3千円かっていう、で、ここの一番尻尾に来て、4千円とか。で、こういう差になってくるので。なるほどね。やっぱりこちらじゃなくて、こちらだね。っていう方と、あ、僕値段でどちらでもいいですよっていう方と、今回は予算あるけどこっちと。ちょっとないからこっちって方とか、うん、まあいろいろその時で。ああ、その時ね。本当に微妙なその、ものの8センチの差で、うん、ちょっと世界が変わってくるというか。そうですね。ってなってる時は、あそこの2センチがとかっていうので、いや、足りないとか、2センチ足りなくてこの魚が2件に分けられないとか、こんなでかい魚にドーンと見てて、その2センチの意味がわからないんだけども、肌から見ると、こっちからするとその2センチのためにどっちのお客さんも満足させられない気持ちと自分の気持ちのモヤモヤで。だから冷蔵庫の前に佇んで、なんかじーっとやってらっしゃるわけですね。よく僕の場合特になんか別に僕、神経質でもないから、あれなんだけど、なんか納得できるかできないかだけの話なんで、まあ、その納得が結局のところ多分お客様に伝わって、で、その納得になるから、意外にね、こんなことをね、毎日毎日やってて、いえいえ。なんか答えが出そうなんだけど、まあ答えが出ないところが面白いとこっていうか。ね、もう30年以上やってんのにね。いやいや。本当なんか30年ぐらいやったら本当なんかね、神様の息にいつでもいいぐらいなのに、たまにまだ初心者がっていうのをミスするし。そんなね。まあ相手が作ったもんじゃないからなんでしょうね。そう、毎回毎回ね、目の前にやってくるマグロは違うし。ね、そう、定義がなさすぎる感じがする。うんうん、まあ、いつまでも惑わす。いや、本当ですね。惑わされてる。ね、惑わされてるという。